じゃじゃん、お待たせしました。α6000 のホワイトモデル、このキットレンズで撮影したデータをちょっとお見せしましょう。16から 50mm の F3.5 から 5.6 ということでね、いわゆるキットレンズ的なものですよね。まあ、ブラブラと散歩しながらスナップなんか撮影するにはね、コンパクトですごくいいんじゃないかなと思いましたけどもね。撮り用によっては、被写体とか光源によってはね、やっぱりいい写真が撮れるなという感じですが、やっぱりこれは被写体とか光の具合とかをすごく選ぶなという気はします。うっかりしてると凡庸な写真を量産してしまう、ちょっと危険性があるんですけどもね。光の具合っていうことで言うと、なんかね、ゴーストが出ますね。太陽に向かって撮るとゴーストがすごく出てしまいますね。まあ、いろんなことに目をつぶっておけばね、このコンパクトさはいいかなと。動画撮影時のね、歩いた時の手ブレ補正なんかこれバッチリ効いてますね。RX シリーズとかね、ハンディカムシリーズぐらいのね、それぐらい効きはいいんじゃないかなという気がしますね。うちにある一番小さな E マウントレンズ、これフルサイズ用ですけども、F2.8 の 35mm ですね、ザイスレンズ。それと比べても、ね、それと比べても、断然持ち歩きやすいレンズなんですよね、これはね。まあ、さすがにコンデジと比べるのもどうかと思うけど、でもコンデジと比べたくなっちゃう。コンデジって電源入れるとこうやって飛び出すからね、このサイズ感だったらね、コンデジの代わりに持ち歩くっていうのはまあ全然ありなんじゃないかなという気はしますけどもね。それでこのレンズに限ったことではないんですが、ちょっと高感度、ISO感度が高い時に、ノイズ乗りやすいなと。細かい部分のディティールが失われやすいなという感じはありますね。僕普段ね、超高感度に強い α7S を使ってるから、なんか勘違いしてるのかなと思ったんですけども、よくよく見てみるとやっぱりね、ISO400 ぐらいまでしか綺麗に出ない。ISO800 ぐらいからね、もうなんかディティールが失われてくるのがすごく目立ってくるんですよ。ISO6400 ぐらいがもう目も当てられないぐらいなこともあります。さて、このキットレンズから、ツアイスの 35mm F2.8 単焦点レンズに取り替えて撮影してみましたけどもね。やっぱりね、いいレンズ使うといいよね。当たり前だけどね。リクエストいただいておりました、この内蔵のフラッシュのバウンス、簡易バウンスと直射したのも撮ってくださいと。はい、撮ってみました。まずこれがフラッシュなし。そして、直射。それから、バウンス。ね。まあ、この直射は、ま、そういうのを撮れという意味ではないと思うんですけどもね。例えば直射するときどういうことができるかっていうと、はい。こちら間もなくなくなってしまいます。特急白鷹号でございますけどもね。フラッシュを直接当てることで、雪がね、丸く、ほわっと、舞ってる雪がね、映り込むわけですね、ちゃんとね。しかしな、この雪の写真にしてもやっぱり ISO 感度が高いとね、ディテールが失われてますよね。もう一つありますけども、これはね、雪ではなくて、雨に近いみぞれが降ってたんですが、フラッシュ当ててないものと、フラッシュ当てたもの。全然やっぱり雪っていうかみぞれのね、映り込みが違うんですね。ちゃんと線が出てますよね。というところまで来るとね、これはやっぱり昼間使うものだなと。で、超速い連写、超速いと言われてる AF があるということで、やっぱりね、で、白いモデル買ったのはこの白レンズのためですからね。白レンズとはいえクリーム色なんだよね、やっぱりレンズっていうのはね。こっちのボディはもう完璧にピュアホワイトだもんね。望遠レンズと α6000 のちょっぱやの連写を使って、やっぱりこれはカワセミで勝負だ。これまでのカワセミ写真を超えられるかどうか。あとできれば電車の撮影とかも試してみたいけどもね。はい、次回は本来の購入目的でいよいよ勝負します。ご期待ください。